ほら、こんないいとろみが出てくるんですよ。これはごちそうだ。お祝いだよ。さあ、料理の三流です。ブー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 エンミックス。リュウジが限界まで挑戦するドキュメンタリーが始まりました。今回ですね、リュウジが限界まで飲んで作るシーフードカレーです。シーフードカレーって皆さんあんまり食べないんじゃないですか。家であんま作んなくないですか。シーフードカレーを本当に作ろうと思うと、エビ買ったり、イカ買ったり、ホタテ買ったり、いろんなものを揃えなきゃいけないんですけども、今回はね、これでござる。シーフードミックス。シーフードミックスでめちゃくちゃうまいシーフードカレーが作れたら、作るでしょ、それは。ということです。今回はシーフードミックスで最高に美味しいシーフードカレーを作っていきたいと思います。家庭料理において、エビとイカとホタテ全部揃えた時に、シーフードカレー作るかって言ったら、多分、みんな作んないで、そのまま単体で食べますよね、みんなね。だから僕はシーフードカレーを食べたいなって思った時は必ずシーフードミックスを使います。シーフードミックスを使ってもめちゃくちゃうまいシーフードカレーができます。シーフードミックスを使って最高に美味しいカレーの作り方をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。二人分、シーフードミックスを使ったシーフードカレーって足が速いので、二人分だけ作ります。はい。一人だったら二回分ですね。二人だったら一食分。シーフードミックス用意しました。これね、200g ぐらいなんですけども、まあ結構ね、量は多いです。150g から 200g ぐらいの間だったら、大丈夫だと思います。はい。カレー一人分に 100g のシーフードが入るっていうような感じですね。それぐらいだとね、ゴロゴロシーフードがあってめちゃくちゃ美味しいです。まあちょっと贅沢なんで、150g ぐらいから調整してもいいです。たまに半個、120g。ニンニクが1かけ、バターが 8g。 カレー作るときは絶対ジャワカレーなんですけども、言っちゃうとね、半分ゴールデンカレーの辛口にするとめっちゃうまいです。今回はジャワカレーだけでやっていきます。はい、ジャワカレーも2かけね、2皿分ですから2かけ使います。ご飯ね、僕は至高の白米っていう最強の白米レシピがあるんで、それを毎回冷凍します。皆さんも炊きたてのご飯を炊いて冷凍する方がいいと思いますね。はい、じゃあ作り方やっていきます。ということで今回シーフードミックス、これはねすごいね、出汁が出て最高の美味しいカレーになるんですね。僕からも良い出汁を取っていきたいと思います。出汁から良い出汁を取るのってどういうことかっていうと、こういうことになります。炭酸水を用意します。これ一口飲んでください。これ重要です。一口飲まないと溢れる。心の穴を埋めるようにハイボールグラデーションを見ながらで、これを回転させることによって、これ社会の縮図ですね、これはね。いただきます。ああ、それでは交互期待。ここに水 200cc 入れます。はい、塩をね小さじ1杯で、これで海水と同じ塩分になります。海水と同じね、戻すと非常にですね、塩水の浸透圧でゆっくりと解凍されてプリップリになるんですよ。一回これでやってみてください。すごいプリップリになります。はい、でこれでもう置いといてください。これはね、その間に他の仕込みいきます。僕はカレーとかにジャガイモをあんま使わない派なんで、入れたい方は入れてもいいと思うんですけども、僕はねネトッとするからあんまり入れない派ですね。玉ねぎを切っていきます。スライスしていきます。はい、カレーにね玉ねぎはね入れた方がいいと思います。甘さを司ってるんだね、この玉ねぎっていうのはね。うまみも出ますからね。こんな感じで、スライスできました。ニンニクはねこれマストです。おろしニンニクをカレーに入れるとめちゃくちゃうまくなる。ニンニクのフレッシュな香りっていうのは生のニンニクしか出せないんです。下こしらす、こんなもんですね。はい、じゃあやっていきます。今もねシーフードミックス解凍中です。ちょっとねでかいイカはちょっと切りました、半分に。はい、まだね置いといてください。油ね大さじ半分、これぐらいかな。玉ねぎもね、今回は2分の1個なんで、まあ、そんなにいっぱい、こう、ずっと炒めなくても。お塩ね、学ぶ一つまみですね。はい、で、こんな感じで炒めていきまーす。はい。飴色にみんな炒めるって言うんですけど、意外とね、インドとかだと、これね、強火でね、結構焦げ焦げにしてやったりもするんですね。強い火でいいです、これは。強火で、これ広げて動かさない。動かさないで、返して、焼いて、返して、焼いて、返して。これが一番早い。なんか一人暮らしとかだと、カレーって作りにくいんですよね。なんで今回は、あえて二人前。はい。はい。こんな感じで、ほら、焦げが出てくるんですよ。これがね、旨味の元なの。このコクと香りをつけるっていうのが最優先なので。はい。こんな感じですね。これがいい味出すんですよ。焦げ取るやん。みたいに結構言われたりするんですけど、これがうまいので、これぐらい色ついたら中火にしちゃっていいです。カレーに使うんだったらねこの焦げのつけ方でいいです。じゃこんな感じですね。で全体的に飴色っぽくなったじゃないですかね。ところどころこの焦げがないとダメなんです。カレーね 50cc ね、
あの酒もね、あの料理酒でも構いません、これは。はい、でここに酒入れます。プリ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 、これね、解凍したシーフードミックス、ここで入れます。結構多かったね。贅沢なね、シーフードカレーになっちゃうな、これは。これ隠し味、オイスターソースを小さじ1杯入れてください。これでぐんと味深まります。これ、ね、小さじ1だと多いので、小さじ3分の2、これぐらいですね。これぐらいあります。はい、ジャワカレー使う場合はちょっとね、あの甘さを入れるとすごくまとまりが良くなります。魚介にちょっと火を入れながら、お酒のアルコール分を飛ばしますね。ブクって沸いてきましたね。沸いてきたらもうアルコールは飛ぶん でここに 150cc 入れていきます。はい、で水は結構たぽってなってますね。そしたらさっきやったこのおろしにん、にんにくおろして入れます。市販のカレールーはおろしにんにく入れると抜群にうまくなる。ガーラが 8g ね。はい、まあ、10g 入れてもいいです、これは。でちょっと溶かしていって、火弱めてジャワカレーを蓋かける。もう本当に弱火にしていただいて、こっからはカレールー溶かす。溶かしたらもう完成ですよ、これ。シーフードに火が通ってきますんで、これが美味しいのよ。日本酒の方が酸味が出にくいんで、あの日本人好みの味になるんですよね。だから日本酒入れるっていうのは非常に大事。煮込まないでいいです。煮込むと、煮込めば煮込むほどこのシーフードがすごく硬くなってくるんで、ちょっと弱火で火を入れながら溶かしていくと、ほらこんないいとろみが出てくるんですよ。全体がとろっといったらもうこれで完成。ご飯温めてなかったら、ご飯温めて持って終了です。はい、じゃあもう、あーですね。でもね、こんだけシーフードミックス入れちゃうと今日はごちそうだな。ごちそう、あーごちそうだ、あーこれはごちそう、これはごちそうだ、お祝いだよ。まあパセリをね、パラパラっと。魚介ゴロゴロゴロリッチシーフードカレー完成でございます。それではいただきましょう。食べていただきましょう。いただきます。カレーにワインなんてもう本当にどうですか。バリうまいから、いただきます。うまっ、ワイン合うな。至高でもいいと思う。うまっ、レトルト化しよう。これ魚介の味がめっちゃ詰まってる。うめえこれ。タバスコね、辛味と酸味ってすごく合うんですよ。うまっ、シーフードミックスや。酸味と辛味が加わって、ちょっと辛口なカレーになって、めちゃめちゃうまい。じゃーい、これは至高のカレーよりうまい。いただきます。食べてみてください。うん、うまくない？うまっ、めっちゃうまいよな。めっちゃうまい。やわらかやわらかいよね。うんよこれ。シーフードミックスでいいよね。うん、出汁の出方はほぼ変わんない。ちょっとキリッとした方がうまいと思うから、これジャワの方がいい。アーモンドカレーでも美味しいと思うんだけど、かなり甘めになると思う。うん、ジャワカレーのスパイス的なところ結構このうまみでかまされてると思う。 100g 100円で買えるの？いや、300g のやつを今回買って、それは330円だった。安いね。ずっと冷凍庫に忍ばせておけば、いつでもこれ食えます。今夜はシーフードカレー。奥さん、今夜はシーフードカレー。あ、お父さんもね。パーさん、CM 待ってます。いや、美味しすぎてタバコを試す好き、タバスコを試す好きなの。うまいだよ。夏やとかだって家でシーフード出たことないもんね。ね、夏の家キュウリしか出てこないから。キュウリと納豆しかない。